少し長くなるけど聞いてほしい。俺の先輩にユージ君っていう人がいた。近所で一つ上だったんだけど、子供の頃からよく遊んでた。お互い一人っ子だったから、俺はユージ君を兄貴のように、ユージ君は俺を弟のように思っていた。腐れ縁で小中高と一緒でさ、部活までずっと一緒にサッカーをやってた。ユージ君は裏表がない性格で男女からすごく人気があった。不良連中でさえユージ君には一目置いていたようで、悪く言うやつはいなかったくらい。そんなんだから小中高とそりゃモテたんだよ、ユージ君。芸能人で言うと生田斗真っぽい顔してるしさ、それで人格者でサッカーも上手ければそりゃモテますよ。めちゃめちゃ羨ましかったけどね。でも勉強はあまり得意じゃなかったっけな。ユージ君、小中高とサッカー一筋だったけど、高校になって一つ年上でサッカー部のマネージャーだったマリさんにベタバレしちゃってね。長くなるからはしょるけど、猛アタックの末付き合うことになったっけ。俺も内心マリさんのこと好きだったけど、ユージ君なら仕方ないってすっぱり諦められた。その後俺とユージ君は別々の大学に進んで、マリさんは短大から一足先に社会人になっても、なんだかんだ俺はユージ君とずっと仲良くさせてもらっていたから、その流れでマリさんとも付き合いが続いていた。ユージ君は地元の中堅建設会社の営業として、俺も地元の役場にそれぞれ就職した。それから数年して、いよいよユージ君とマリさんが結婚することになって、その司会を俺に頼んできたんだ。もちろん二人を祝福するのに断る理由もなかったから、二つ返事で了承した。二人とも本当に嬉しそうで喜んでくれてさ、俺もそんな二人を見て本当に幸せな気分になれた。そう、あの時まではユージ君とマリさんの結婚式まで2ヶ月を切った10月の終わりに事件は起きる。マリさんがユージ君の前から姿を消した。いや、消したという言い方は正確じゃない。ユージ君の話では、目の前で誘拐された。ここから先の話はユージ君本人から聞いたものになる。その日ユージ君はマリさんと隣県の結婚式場で打ち合わせを行っていた。打ち合わせ時間は15時と開始時間が少し遅かったにもかかわらず、なんだかんだ長引いてしまったそうだ。終わった頃には18時を回っていた。国道を通ると地元に戻るまで1時間半近くかかり、夕食がまだ済んでいないこと、翌日は月曜日で朝から仕事ということを考えると、1分でも早く地元に戻りたかった。そのため車通りが少ない県道を通ることにしたそうだ。どちらも山道であるが、国道は大きく迂回するようなルートである一方、県道はまっすぐ地元に向かう。県道は街灯も少なく狭い道が続くのだが、ここを通ると1時間を切るため、地元の人間であれば利用する人間も少なくない。ユージ君も慣れた道ということで県道を選択したそうだ。県道を走るも対向車もなければ、前方にも後方にも車はなく、暗い山道がただひたすらに続く。マリさんと一緒だったからそこまで怖さは感じなかったそうだが、一人だったらさすがに恐怖を感じるほどだったそうだ。しばらく走っていると前方にテールランプが見えた。その明かりを見て二人とも少し安堵したという。前方の車は異様に遅く、あっという間に追いついてしまった。時速20キロ程度か、トロトロと前を走る型の古いベンツにユージ君はイライラしていた。追い抜こうにも見通しの悪いカーブが続くため、万が一の対向車を考えると容易に追い抜くこともできない。するとそれを察してか、前方のベンツが左に車を寄せて
ハザードを点滅させて停車した。追い抜けということだろう。ユージ君は慎重にその車を追い抜いた。追い抜きざまに並んだベンツの運転席を見ると、老夫婦がこちらを見ていた。目の合った老夫に対し軽く会釈をして、ユージ君はベンツを追い抜いた。これで先を急げると思ったのもつかの間、追い抜いたベンツがユージ君の運転する車の左後方にぶつかってきた。ドンと鈍い衝撃が車内を襲った。すぐに車を道端に止めると、ベンツもすぐに後方に停車した。幸い相手も発進間際だったため、さほど強い衝撃ではなかったことから、ユージ君もマリさんも大事には至らなかった。ユージ君が運転席から降りると同時に、後方のベンツからも老夫婦が降りてきた。申し訳ない、アクセルとブレーキを踏み間違えてしまって。申し訳なさそうに老夫婦は揃って頭を下げてきた。これだから高齢者はと言いたくなるのを、マリさんの手前ユージ君はぐっとこらえた。お互いの車は軽くへこんだ程度だったが、とりあえず警察と保険会社に電話を入れようと、ユージ君は携帯を取り出そうとした。それを遮るかのように老夫が言葉を発した。警察への連絡は私がしましょう。元はといえば、私が操作を誤ったことによる事故です。それと保険会社への連絡も私がします。走行中の事故だと10ゼロになりづらいのはご存知ですか。下手に保険を使うと保険料が高くなりますし、私が責任を持って全額修理代をお支払いします。もし自走できないようであれば、私の保険を使ってレッカーをお呼びいたします。ずいぶんと事故に詳しいんだな、いぶかしんだものの、老夫の毅然とした態度に対応を任せた。老夫が近寄ってきて、ユージ君とマリさんの具合を気遣いながら、夫が申し訳ないと再度深々と頭を下げてきた。夫には運転をやめるようにいつも言っているんですけど、といった話を聞いている間、警察やら保険会社やらに忙しく電話をしていた。一通り電話を終えたのか、15分ほどしてようやく戻ってきた。警察やら保険会社やらへの連絡は終わりました。それと申し遅れました、私は林と申します。そう言って免許証を見せてきた。昭和18年4月15日生まれ。林郁夫と明記されていたのをユージ君は記憶していた。住所は俺たちと同じ県の別の市だったそうだ。ごめんなさいね、本当に80近くにもなるのに夫は運転をやめないんです。でもこういう事故をいつか起こすんじゃないかと、私も気が気でなかったんです。これで免許返納を考えてくれると私も安心なんですけど。そんなようなニュアンスの話をすると、老夫は罰の悪そうな顔をしていたそうだ。警察を待つ間、ユージ君とマリさんも結婚式の打ち合わせの帰りといった話をした。老夫婦はその話を聞きながら、そんな日にこんな事故に巻き込んでしまってと何度も申し訳ないと謝罪を繰り返してきた。それから20分ほどが経った頃、赤色灯がこちらに向かってくるのが見えた。冷え込んだ山道で待ち続けていたユージ君にとってはようやく来たかという思いだった。若い警官と中年の警官2人がパトカーから降りて近づいてきた。どなたが運転されていましたか？若い警官がユージ君たちに尋ねてきた。ユージ君と老夫が名乗りを上げると現場検証を行うことになったため、ユージ君はマリさんに軽く手を振ってその場を離れた。現場検証では、老夫は嘘をつくわけでもなく、
淡々と自分が操作を誤り、ユージ君の車に後ろから追突してしまったことを話していた。15分程度の現場検証を終えて車に戻るとマリさんの姿がない。辺りを見回すとパトカーの後部座席にマリさんの姿が見えた。その横には中年の警官が座っている。マリにも話を聞いているのかな。そう思いながら腕時計に目をやると時間は20時近くになっていた。飛んだ一日になっちゃったなぁと何気なく携帯を取り出した。そこでユージ君は目を疑った。県外、その2文字を目にして思わず固まった。と同時に思考が頭の中で駆け巡る。県外ってあのじいさんどうやって警察を呼んだんだ。まさか電話をしてなかったとか。いや、ちゃんと誰かと話してたよな。まさかあれ演技。いやいや、ちゃんと警察来たよな。それじゃ県外なのは俺だけ。いやいや、俺どこもだし電波悪くないし。混乱しながら携帯から視線をパトカーに向けると若手警察官が運転席に乗り込むところだった。バタン、ドアの閉まる音と同時にエンジンがかかるパトカー。止めている場所でも映すのかとユージ君が眺めているとパトカーはゆっくりと走り出した。パトカーは止まる気配がなく進んでいく。ユージ君は無意識のうちにパトカーを追いかけていた。マリ、マリ、マリさんの名前を必死に呼びながら追いかけるが、当然車には追いつかない。このままじゃマリがどこかに連れて行かれてしまう。自分の車で追いかけるしかない。そう思いキビスを返した瞬間、猛スピードで迫り来る車が見えた。ユージ君が覚えているのはここまで。そう、ユージ君は車にはねられ意識不明のまま道端に倒れていた。たまたまそこを通った人が倒れているユージ君を見つけ警察と救急に通報した。全身を強く打ち、寒い山道に長時間放置されていたことで一時は本当に危ない状態だった。でも奇跡的に一命を取り留めたって聞いた時は涙が出るほどふっとしたもんだ。その後のユージ君は大変だった。入院中とはいえ連日警察の事情聴取を受ける羽目になった。ユージ君は覚えていることを洗いざらい何度も警察に伝えた。警察によればその日に事故の通報は受けていないとのことだ。とすればあの警官と老夫婦は一体何者だったのか、一体何の目的でマリさんを連れ去ったのか、なぜユージ君たちが狙われたのか、何もわからないまま時が過ぎた。ユージ君は1ヶ月ほどの入院生活を送った後、松葉杖をつきながらだけど無事退院することができた。それからユージ君は駅前でマリさんの情報を求めるビラ配りをやったり、更新所にあの老夫林育夫なる人物の捜索依頼をしたりと、マリさんを必死に自分で探そうとしていた。どんなことをしても絶対にマリは探し出す。俺にこの話をしてくれた最後、こんな言葉で締めくくっていた。その意志の固さは本当に命がけっていうのが伝わってさ、俺も微力ながらユージ君の手助けをしていたんだ。一緒にビラを配ったり、まだ運転できないユージ君を乗せていろいろな場所を探したり、俺としてもマリさんを見つけてあげたかった。結婚式の予定日が過ぎた頃だった。更新所から林育夫のことが分かったって連絡があったから俺行ってくる。
そう俺に電話をしてきた。そしてこの電話を最後にユージ君は姿を消した。それから1ヶ月もしないうちだよ。ユージ君の実家に知らない人が住み始めたのは、ユージ君の両親は昔から知っているけど黙って引っ越すような人たちじゃない。本当に礼儀正しい人たちでさ、そんな不義理をするような人たちじゃないのは俺だけじゃなくて近所の人も知っている。住み始めた住人は妙に愛想がいい中年夫婦で、どこか笑顔が気持ち悪く感じてしまう。それとマリさんの実家はそれと時を同じくして火事で全焼したそうだ。夜中に台所から出火したんだって。マリさんと地元が同じ高校の同級生から聞いた話なんだけど、家の中から出火したにもかかわらず現場からは誰の遺体も見つからなかったとか。マリさんの実家には両親とおばあさん、それと大学生の弟がいたはずなんだけど、火事があった時間には誰もいなかったそうなんだ。で、誰にも連絡がつかなかったらしい。平和な日本でこんなことがあるのかと疑いたくなるほど、不自然に俺の知っている人が消えてしまった。それも一人や二人じゃない。その家族までもが忽然と消息を絶った。生きているかどうかすらわからない。生きていることを願うしか俺にはできない。俺がこれを書き残す理由は、俺自身にも危険が迫っている可能性があるからだ。つい先週、俺に非通知で電話がかかってきた。ユージだけど元気か。電話口の相手はユージ君じゃない。二十数年の付き合いがあるんだ。俺がユージ君の声を聞き間違えるわけがない。怖くなってすぐ切ったけど、俺に対する何かの忠告なのか、それとも俺も標的にされているのかわからない。本当に怖い。ただただそれだけ。最後にこれも後で知ったことだけど、マリさんが誘拐された場所はさ、大町ルートって呼ばれる場所付近だったんだ。調べてみればわかる。そう呼ばれる道沿いで結構な人が失踪しているルートなんだ。どこの県とかそういうことは俺が身バレするかわからないから書かないけど、今でもそういうことが続いているかもしれないってことだ。これを書いた方とはその後連絡が取れなくなりましたので、私が代筆しました。